ですね、結局あのフレスコシンカナーという、ショッピングセンターに行くことにしました。三国ヶ丘駅前からバスに乗って、参ります。今ね、下津駅というバス停がおりまして、目の前はね、そうですね、フレスコシンカナという大型ショッピングセンターですけど、どこから行くんやろ。ちょっと探します。Thank you.
Thank you.
ん、こんにちは。今ね、大阪の新世界の近く、新今宮の近くの、ホテルというか、安宿に泊まってます。3000くらいだったかな。旅行支援使って2600円ぐらいでした。それでクーポン2000円もくれますんで、実質600円。あとクーポン使えるとこがね、あまりなくて、産直市がなんとちゃらというところで行ってきたんですけどね、いろいろ食材買ったり、あとこのビリケンさんの、ビールがありましたんで、これ買ってきました。これアルコール 5.5%、大阪府箕面市、販売者は AJ アイディア、あとね、DHC ビール静岡工場さんが作られてるそうです。ビリキンさんですね。なんか説明が書いてますけども、こんなんです。でね、300円ちょっとしたんですけど、一回飲んでみます。ちょっとね、雨で大変でしたね、移動が。あとね、ウォービック移動指示ビルでまずピアノを弾いてから来たんですけどもね、ウォービック移動指示ビルで一発目即興で弾いたったら、結構なんかね、家族連れかなんかの人が見に来て、すごい拍手していただきました。めちゃねノリノリで弾いたんで、また公開しますね。また夜のダベリ動画で流させていただきます。冷蔵庫ね、パンだけですね、5割引きの。後で外でビール買ってきます。ではいただきます。